ニップル、またはニップールは古代メソポタミアの都市。現在のイラク、カーディシーア県、アファク地区のヌファルが古代のニップルにあたる。シュメールにおける嵐の神エンリル人崇拝の中心地であり、その宗教的重要性のために古代の王たちによって争奪が繰り返された。この都市は設計文字文書では、アン・リルッキーと表記される。 アン、エルエルという名詞に地名を表す。限定付きが付された場合、それは、ニップル氏を表し、神を表す、限定符、ディンギルが付された、DEN、エルエルは、ニップルの都市神であるエンディルを表した。ニップルは、バビロニアの諸都市の中でも特に早期に形成された都市の一つで、この地における、居住の歴史は、非常に古く、全6000年期の奪い時にまで遡る。 ニップルはもともと小宅地に形成された集落であり、足で作られた小屋が集まってできていた。その地勢と、建材から、たびたび洪水と火災に苦しめられたが、この土地での居住は継続された。度重なる災害にもかかわらず、人々がニップルに住み続けた理由は不明である。継続的な居住による稀木の堆積の結果として、また、部分的には、住民の努力によって、 ニップルの集落は次第に上昇し、周囲の小宅地よりも高くなった。ニップルの最初期の層は、あまり精巧な作りではない鉄船の土器と、親指で印が付けられ一面が平ら、別の面が凹んだ泥レンガに特徴づけられている。当時の神殿域の形態は不明であるが、前サルゴン時代のすべての地層から、死者の仮想と関連すると考えられる遺構が、発見されている。 奪い時の後、前4000年期のウルク期の都市化を経て、前3000年期のシュメール初期王朝時代に入ると、シュメール各地で、ウルクやウルのような有力な都市が台頭し、都市国家の枠組みを超えて、領域的な国家を形成し始めた。前田徹は、初期王朝時代中盤に、周辺の都市国家を服属させて、地域的な統合を果たした有力書都市国家をドイツ史の用語である、 両方国家を参考に、両方都市国家と名付けており、ニップルもそのような都市の一つであったとされている。ニップルで発見されたインダス地方のカーネリアンのウィーズ。白い円のデザインが施されている。前2900年前2350年頃初期のインダス文明とメソポタミア文明の関係の例。ニップル自体が、 シュメール世界全域を支配するような派遣的地位を得ることはなかったが、ニップルの都市神である嵐の神エンリルは王権を授ける神として全シュメールから崇拝を集めており、このことがニップルに特殊な政治的重要性を与えていた。このニップルの特殊な地位を証明するのが、初期の時代から行われていた有力都市の王によるニップル市での建設事業である。 シュメールの有力な王たちは、自らの経験さを示すために、ニップルでの建設事業を盛んに行っている。とりわけ、シュメール諸教長時代に大きな役割を果たし、領域国家への端緒を開いた、ウルクの王たちは、国土の王、全土の王といった一都市国家という枠組みを超えた、称号を採用するようになっていくが、これを授与することになっていたのが、エンリル神であった。 ニップルからは、ウルクの王ルガルキ・ギン・ネ・ドゥドゥ、ルガルキ・サルシ、エンシャク・シュアンが、ルガルザ・ゲシラが、エンリル神に捧げた秘文が発見されている。他にラガシュの王、エンメテナも、エンリル神への奉建秘文を残している。ウルク王が、幾人もニップルに秘文を残している事実は、初期王朝時代末期のニップルが、ウルクの支配下に入っていたことを示す。ニップルで発見されたルガルザ・ゲシの壺。 ニップル氏はまた、メソポタミアで一般的に用いられる都市の数え方の一つである、都市名法が初めて使用されたことが確認されている都市でもある。都市名法とは、各年の重要な出来事を固有の名前として与えて、記録する方式であり、この方法で記録された、最初の都市名は、遠尺種案が機種を占領した都市である。こうした都市名は当初は、 ニップル氏だけで使用されており、ニップル氏以外でもトシナの使用が確認されるようになるのは、後のアッカド帝国時代のナラム神王の治世になってからである。領域国家の形成期にトシナが登場し、それがニップルでのみ使用され、かつ王の業績を記していることは、トシナ使用が元来はエンリル神から地上世界の統治を委任された国土の王、 全土の王がその自責をエンディル神に報告する形式の一つとして成立したであろうことを示している。前24世紀頃、ウルクオール・ガルザゲ氏がシュメール全土を統一したが、間もなく彼の支配はアッカドの王サルゴンによって覆された。サルゴンが建てた王国はアッカド帝国と呼ばれ、一般にメソポタミア史上初の統一帝国として扱われる。ニープルもまた、 アッカド帝国の支配下に入った。このことはニップルから発見された文書の中にサルゴンの都市名を使用しているものがあることから確実である。アッカドの王ーナラム神の地世初期、アッカドの中心部に近い機種で反乱が発生し、シュメール地方でもウルが反乱を起こした。ウルクやラガシュ、シュルッパクなどの都市と共に、ニップルもこの反乱に加わった。結局、 反乱は鎮圧され、以後ナラムシンはアッカド帝国の最盛期といわれる時代を築く。ニップル氏はこの時に破壊されたが、シュメール地方の秩序回復のために、ニップルの再興とエンリル神殿の再建は最重要課題とされ、この事業が神ナラムシンの都市名に採用された。アッカド帝国が崩壊した後、混乱期を経て成立したウル第三王朝の時代になってもニップルの 重要性は維持されていた。ウル第3王朝の第2代王シュルギは、ニップル近くにプズリシュダガンと呼ばれる高農家地区の管理所を設置し、第3代の王一微信は王とウルのほか伝統ある都市、ウルク、そしてニップルで即意式を行っている。この3つの都市は、同王朝において極めて重要な都市として扱われ、歴代の王は三大都市であるウル、ウルク、 ニップルの間を駆け巡ると言って良いほどに巡行した。ウルダイ3王朝時代に、メソポタミアに、アムル人が大規模に浸透し、やがて全2004年頃に、エラムによって、ウルダイ3王朝が滅ぼされると、アムル人の王朝やアムル人を兵力として抱え込んだ、王朝が、各地に成立した。ウルダイ3王朝の滅亡からバビロン第一王朝の、滅亡までの時代をコバビロニア時代と呼び、 とりわけ、バビロンの王・ハン・ムラビーが、メソポタミア全域を支配下に置く、以前の時代を、イシン・ラルサ時代という。これは、イシンとラルサという二つの都市に拠点を置く王たちが、覇権争いの中で、中心的な役割を果たしたことによる。この争いの中でも、やはり、王権を授ける神、エンリルの座であったニップル氏は、大きな重要性を持ち、その支配をめぐって、 激しい争いが繰り返された。特に維新の王たちは、ウル第三王朝の後継者という立ち位置を強く意識しており、公式には国土の神、強き王、ウル王を称していた。正義の観念に従う正しい支配者であることを証明するために、ニップル氏に特典が与えられることもあったとみられる。維新王イシュメダガンは、ニップル氏に免税特権を与えたことが、 文学作品に残されている。その中で、石目田岩は、その内部も外部も、天のように、美しい町ニップル、天と地の大きな小柱に私は楽しい思いをさせ、金の支払いから除外し、その軍隊には武器を下に置かせた。以前には、ニップルも調達しなくてはならなかった金銀の蜜蜜を、ニップルの住民には免除した。と語っている。 一方のラルサの王リムシン一世も自らをニップルの地の羊飼いと称している。メソポタミアの混乱と分裂は最終的にバビロンの王ハンムラビによって終止符が打たれた。ハンムラビが属する王朝を一般にバビロン第一王朝と呼ぶ。バビロン第一王朝の覇権が確立するとメソポタミアの宗教的中心としてバビロンが浮上していった。 エンリル神の持っていた神聖やその神話が、バビロンの主神、マルドゥクに吸収され、エンリル神殿たるエクル神殿の重要性は低下した。さらに、ハンムラビの後継者、サムスイルナ治世中の全1739年、シュメール地方全域で数年間にわたる大反乱が発生し、その結果として、シュメール地方は大きな打撃を受けた。 ニップルも著しい損害を被ったものと見られ、残された文書からは反乱の後にその高地、家屋が異常な低価格で取引されていたことがわかっている。そして前1720年にはニップルの文書記録は途絶え、おそらくはニップルは居住地として断絶したものとみられる。バビロン第一王朝はその後時代とともに衰退と縮小を続け、その末期の歴史は 具体的にはわからない。前16世紀になると、数世紀来バビロニアに侵入していたカッシート人が新たな王朝を建てた。カッシート人はバビロニアの伝統を重視するとともに、古いシュメールの文化をも掘り起こそうとした人々であった。彼らはニップル氏を復興し、エクル神殿も再建されその壮大さを取り戻した。カッシート人の王朝が崩壊した前12世紀以降、 ニップルの状況はあまりわからなくなる。都市として消滅したわけではなく、一神第二王朝や、海の国第二王朝時代には建築活動と宗教的生活が継続しており、海の国第二王朝の王シンバル失クの時代には、エクル神殿の修復が行われている。しかし、同時にこれは、カッシート滅亡以降、全8世紀以前におけるニップルでの活動を示す。 最後の証拠資料であり、また1948年以降の調査では、カッシート王朝滅亡以降200年余りにわたる、時期の考古学的痕跡がほとんど見つかっていない。明らかに当時のニップルの人口は劇的に減少し、ジックラと周辺にわずかな住民が暮らすだけとなっていたとみられる。その後には、ニップルは文書資料に全く登場しなくなる。 この事実はニップルが完全に居住地として打ち捨てられたことを示唆するが、ジックラトと,とその付属施設は前10世紀と前9世紀の間も幾人もの王によって修繕され続けていた可能性がある。ニップルの周囲は砂漠と化していたが、少数の役人が常駐してたかもしれない。ニップルの衰退と放棄は、ニップルを流れていたユーフラテス川の支流が西に、 移動したことと関係しているであろう。前9世紀以降、アッシリアが、オリエント世界全体を包括する帝国を構築した。ニップルはこの帝国の下で、再び繁栄を取り戻した。アッシリア末期の王アッシュール・バニパルは、ニップルのエクル神殿をかつてない規模で再建し、およそ58メートル39メートルの規模を持つ、ジックラトを建設した。しかし、 アッシリアの崩壊の後、ニップルの宗教的中心としての役割は次第に失われた。それでも、経済的にはなお、バビロニアの重要な都市の一つであったと見られ、特に、ハカーマニシュアサの王フシャールシャ一世一世中のバビロン主破壊の後には、バビロニアのサトラペアの経済的な中心としての役割を果たしたかもしれない。 全4世紀のアレクサンドロス3世による征服を経て、バビロニアの支配権を握ったセレウコス朝の時代には、ニップルは、なお相当数の住民を抱えていたとみられ、かつてのエクル神殿が要塞に転用される一方、神殿の敷地内は、住宅と街路で満ちた。ニップルの要塞は、アルシャクアサ時代も継続して使用され、全250年頃まで改築が繰り返された。 しかしながら、パルティア時代に入って、以降、紀元前後頃までのニップルやその周辺について記す文書資料は、ほとんどなく、当時の活動を伝える、考古学的遺物も存在しないことから、一世紀余りに、わたって、バビロニア中心部での活動が低下した時期があった、可能性もある。サーサン朝時代には、かつてのエクル神殿の場所に築かれた要塞も、 墓地として使用されるだけとなった。それでも古代のジックラとの周りに泥レンガの小屋が建てられて人々はそこに住むようになり、小村王としてニップルにおける居住は続いた。バビロニアに相当する地域はイスラーム時代初期には大きく衰退していたものと思われ、9世紀頃のアラブの地理学者たちがこの地方に言及することはほとんどない。ニップルにおける 居住の痕跡は800年頃に途絶える。一方で、キリスト教の東方教会においては、ニップル主教が10世紀まで任命され続けていた。この称号は10世紀当時には、ニップルの北西5 0トルの位置にあるニルの町のものと統合されていたが、ニップルの古さ、そしてかつての重要性ゆえに、教会の権限が移転した後にもこの称号には、 権威が残されていたと考えられるであろう。ニップル遺跡の地図。エクル神殿の全体図。1、ジックラと。2、神殿。3、シャニップルのベール神殿発掘調査。ニップルの発掘ニップルで発見された、設計文字文書。シャルカリシャンリの名前がある。前2300年頃ろ引く前2100年頃。バビロニア語の年度版文書。 ニップルの地図が記載されている。カッシート朝時代。前1550年頃引く前1450年頃。ニップル遺跡は、バグダードの南西約180キロの位置にあり、幅1.5キロメートル前後の規模を持つ。この遺跡を構成するイオカの複合体は、アラブ人たちからは、ヌファルと呼ばれており、最初期のヨーロッパ人の探検家たちは、ニファルという名で記録した。 ニップルはシャットエニル運河の両岸に位置しており、この運河はユーフラテス川の最初期の流路の一つと同じ場所にある。現在のニップルはユーフラテス川床とティグリス川の川床の間に位置するようになっている。遺跡はシャットエニルの干上がった川床によって二つの主要部分に分割されている。遺跡の最高地点は周囲の平野から30メートルほど盛り上がった。 塩水系の丘である。これは、シャットエンニル・ウンガの北東にあり、アラブ人によって、ビントエル・アミールアと呼ばれている。ニップル遺跡における最初の発掘は1851年、19世紀の発掘家の中でも最も巧妙な人物の一人、オースティン・ヘンリー・レアード教によって行われた。本格的な発掘は、アメリカのペンシルベニア大学のチームによって1889年から、 始められたもので、ジョン・パネット・ピーターズとジョン・ヘンリー・ヘインズの式で1900年まで4シーズンにわたって行われた。これはアメリカの調査隊によって行われた中東の遺跡での初の発掘でもある。1948年から1990年の間には、シカゴ東洋研究所の式で19シーズンの発掘が行われた。これには、 ペンシルベニア大学考古学人類学博物館とアメリカ東洋研究所も時折参加した。シカゴ東洋研究所はアッパースアリザでの式で2019年4月にニップルで調査を再開した。ニップルでは神殿の年度版文書群は神殿自体ではなく周辺のイオ丘から発見された。この特徴はテルロー遺跡と同様である。神殿の南東区画には 壁はなく、シャットエンニルとながった大きな窪地によって区切られ、平均約7.5メートルの高さと52平方メートルの広がりを持つ三角形の塚があった。ここで、前3000年期から、ハカ西マニ長時代までの時代にわたる大量の粘土版文書が発見された。神殿のほぼ真正面で、セレウコス長時代のものと思われる巨大な宮殿が発掘され、 その周辺とこれらのい丘の南側で様々な時代の大量の粘土版文書が発見されている。この中にはカッシート時代の文書群、ハカーマニ首長時代の商業文書群が含まれていた。ニップルのい丘の上からはアラブ時代の初期から10世紀までのユダヤ人の町が発見されており、その家々には多量のインカンテーションボールズがあった。ただし、 ニップルで発見されたペルシアの文書に登場するユダヤ人の名前によってニップルにおけるユダヤ人の居住地はもっと古い時代から存在したことが示されている。ニップルには嵐の神エンリルの神殿があった。現在知られているエンリル神殿はウルダイ三王朝のオウル南部によって初めて建設されたもので、その後ニップルの歴史を通じて 修復と再建が繰り返された。エンリルに捧げられた神殿がそれ以前の時代から存在したことは疑いないが、ウルナム以前の神殿の建造物は発見されていない。おそらくそれは現在残るジックラトの下に渦漏れているものと思われる。ウルナンムによる建設事業はエクル神殿の全域を回収、再建する大規模なものであった。 この時代の建造物は床面より上の壁が残されていないため、下部構造しか分かっていない。神殿は北西南東面を短編、北東南西面を長編とする長方形で、外側から見て南西面の最も左端にメインエントランスがあった。神殿の外壁はバットレスの凹凸が取り巻いており、特にメインエントランス両脇のバットレスは他の壁よりも 若干大きく、その外部は幅1 5トル、深さ1 7トルの3本の垂直の溝で装飾されていた。神殿の平面図は、ウルのジックラとの境内にあった2つの初期王朝時代の神殿と類似性が見られる。神殿の外周は、ジックラと塔と共にさらに道を隔てて壁で囲われていた。この神殿はカッシート朝時代に大規模に再建された。 この再建によって、ウルダイ三王朝時代の神殿以降は大きく壊されており、床面しか残されていない。カッシート時代に建造された基礎は、もともとあったウルダイ三王朝時代の構造をそのまま用いたものではない。神殿の平面図については、シカゴ東洋研究所のニプーアイ、テンプル・オブ・エンリル、スコーリーブル・クォーター・サウンディングスのプレート15を参照されたい。 コバビロニア時代の大規模な修復活動を示す。痕跡は見つかっておらず、神殿本体では、ウル第三王朝の株構造体の直上に、カッシート時代の基礎が見つかっている。カッシート時代の建造物は、元々の神殿の構造を正確に受け継いでは、いなかったが、同様の設計によって建設されていた。カッシート時代を通じて各部屋、壁など増改築、修復が繰り返された。 それぞれの工事の年代や順番などの関連付けは明確ではない。この神殿はカッシート町滅亡後のニップルの居住地としての事実上の放棄を経てアッシリア時代に再建された。アッシリア時代の神殿以降は損傷が激しく包括的に理解できるのは一部の部屋に限られる。残存している部屋の壁はカッシート時代のそれを踏襲しているが一部の部屋は 仕切り壁が追加されるなどしており、用途などが変更されたものとみられる。ニップルからは3万点とも言われる年度版文書が発見されており、古代の政治、社会について貴重な情報を現代に提供している。ニップルから発見された前後世紀の年度版文書群には、当時の政府機構と密接な関わりを持った商人である村主家に関わる文書が含まれており、 前5世紀のハカ西マニ長時代のニップルの状況とハカ西マニ長の行政の姿に光を当てている。ハカ西マニ首朝は前539年にメソポタミアを征服した。新たな支配者たちは自分の領地を管理する現地人の協力者を必要としていた。この現地の協力者たちの姿をニップルの商人、村主家に見ることができる。少なくとも3世代続いた。 村主家は、漁師たちが保有していた土地を借り受け、これをさらに別の借り主へまたがしするという事業を営んでいた。村主家はさらに国家から得た、灌外用水の利用権、種子、農具、家畜を小崎実のたちに販売していた。土地の所有者たちは、仲介者としての報酬として、小作料と税金の一部を村主家が確保することを認めていた。 さらに村主家は土地を担保にして銀を貸し出していた。多くの農民がこの貸し付けを必要していたとみられ、彼らは間もなく土地を失っていくこととなった。墓山に主張時代には考えが改良され移住者が増大し、リュディア人、カリア人、キッシア人、エジプト人、ユダヤ人、ペルシア人、メディア人、サカ人などがこの地域に引き寄せられた。残された ムシュケの文書は、この多様な住民構成を反映し、契約文書の3分の1にヒバビロニア人の名前が登場する。ニップル近郊にあったドレヘム、すなわち古代のプズリッシュダガンの王、シュルギによって、おそらく統治第39年頃に設立された。膨大な文書資料によって、その運営について様々な知見が得られている。プズリッシュダガンには、 ウル第三王朝の支配地各地から集積された、家畜を集積する一種の倉庫、飼育場が設置されており、ここからそれらが、神殿、役人、そして、シュメールの王宮へと再分配された。ここに集積される家畜は1年あたり6万頭から8万頭に達した。このような設備が、首都ウルではなくニップルの近郊に設けられたのは、 その種目的が何よりモニップルのエンリル神をはじめと、する神々への犠牲家畜を用意するためのものであったことによる。ありがとうございます。